皆さん、こんにちは。リンダマンです。経営コンサルをしたり、エステ美容室の経営をしたり、オンラインサロンを運営したりしています。このラジオは毎朝5時に1年後の未来がより良くなるライフハック術、ビジネスリテラシー、マネーリテラシーが上がる情報を発信しています。今日のテーマは、大丈夫なのかというね、お話をしていきたいと思います。先日ね、このラジオでも3ヶ月間ね、 育休ををしししまますとということを宣言しましたあの結構な人からですね、大丈夫なのっていうね、まあ問い合わせというかメッセージをいただいたんですね。で、まあ,あの、本当にありがたいんですが、結論大丈夫ですと。で、まあ、一つは闇雲に休んだわけじゃないんです。まあ、この宣言をするからにはもう前もって分かっていましたから、あの子供が生まれることはね、まあ、たくさん準備をしてきていますから、もちろん計画通り、この育休を取るということです。 で昔、まあ、ある経営者の方、ある成功者の方に、ね、こんなことを言われたことがあって、まあ、僕、旅が好きなんでねみんな、ある国に一緒に行かないかって言われたときに、まあ、僕、すごいその1年は自分のビジネスを頑張ってたときでいやいやいや、さすがにあの今は行けませんとなぜかというと今年はここまで目標があってやってるんですとで、まあ、僕はチームを組んでビジネスをやっていますのでその人に言われたんですね。 いや、お前さ、っていう、お前がいなきゃ回らないってことっていう、いや、そうです。俺がとにかく頑張んないと、今年は結果が出ないと。言ったときに、こう言われたんですよね。お前がいなきゃ回らない組織、チームなんて、弱いよなっていう。だから、お前、成果が出てないんじゃないって言われたときに、まあ、ちょっと、そのときはカチンと来た節もあったんだけど、まあ、今で言うと、すごいわかるなって思うんですよね。やっぱり、チームで何か仕事をするときっていうのは、何が大事かっていうと、 個の能力が高いかどうかよりも、えー、本当にみんなで再現性が高い、えー、ビジネスその,の仕組み、えー、スキームを作ってるかっていうのがすごく大事なことだと思うんですよね。特殊能力がないと成果が出せないっていうのは弱いじゃないですか、まあ。例えばコンビニエンスストアなんか、誰が働いても同じような成果が出るように作っているから、日本に4万店舗とかいう店舗数があるわけですよね。 まあだとするんであれば再現性はすごく大事だと今その人に言われた言葉の意味がねなんか改めてすごく分かってきたなと思います、まあ、僕の中の成功とは何かっていうのは、まあ、それぞれ定義が違うと思うんですが僕は成功とはたくさんの成功者を出すことだと思ってるんですねで、まあ、そのために大事なことは例えば自分の仲間とか自分の後輩自分のチームの人たちに成功の手伝いをすることが重要じゃないんですよねもちろん最初は手伝いますけど それではたくさんの成功者を出すことができないんです成功を手伝うんではなくて成功のやり方を教えていかなきゃいけないわけですよだって僕が死んでみんなが死んじゃうチームなんか弱いじゃないですか究極俺がいなくても回っていくまあ孫正義さんが言ってる戦略的シナジーグループっていう自立分散協調型っていう勝手に自動増殖していくような組織って強いですよねリーダーがいなくてもそんな主体性があるチームにしていきたいだとするんであれば成功を手伝ってる場合じゃないと 自分で問題を解決して、現状把握して、打破していく力をつけさせていかなきゃいけない。まあ、俺がいないと伸びないチームなんかにしたくないわけですよ。まあ、そのために、この、まあ、出産、育児っていうのはいいタイミングだなと思って、まあ、苦肉の決断でもあったんだけど、ちょっと3ヶ月間の育休宣言をしてみようと。まあ、育休についてはこの間、ラジオで話しましたから、あえて言いませんが、まあ、一つはね、そういった思いがあったということです。 えとにかく俺は信じて信じて信じて、まあ、仲間を今は信じ抜くしかありませんあのこういう時に人の進化って問われると思うんですよねまあまた別のある成功者の人たちが3年間も世界を旅してるしに行くって言った時にまあ自分のチームの仲間に言ったそうですねあの私はその今から世界を旅しに行きたいんだけどいいかとでまあそのあるリーダーがね、まあ、全然行ってくださいともう任しといてくださいって言ったリーダーがいると で結局帰国して今その人が一番やっぱり巨大なチームを作って成果を出してるんですよね。まあこんな時に人間の進化って問われますよね。うまくいってる時なんか誰だってうまくいってるわけで、まあ人間っていうのはそのうまくいかなくなった時にその人の進化が問われる。まあだから僕も、あの、 崇拝すするるるるリーダーダもいいし尊敬する人がいるだからその人なんかが弱った時とかその人が何か頼むって言われた時にどれぐらい自分の本領発揮できるかっていうのは僕にとって重要なことだなと思っています。 まあこんな時だからこそ僕は仲間の変化を楽しみにしていますし、まあ、信じるというね今は本当に最大,最大難しいんだけどそんなフォローしていきたいなと思っております。まあ、なのでね今日はその育休なんか取っちゃってるんでも忙しいけど大丈夫ですかっていう DM が多かったので全然大丈夫ですよと。 僕はそんな弱いチームを作ってきていませんし、みんなできるような人材がたくさんいますから、そいつらに託していますから、ご安心くださいという DM をたくさんしましたということが伝えたくて、今日はこんなお話をしました。ぜひね、皆さんも今後の未来にお役立てください。1日30円で学べるオンラインサロンライフハック研究所。1年後の未来をより良くするための学びコンテンツが200本以上上がっています。ぜひこちらもご活用ください。それでは今日も素敵な一日をリンダマンでした。まったね。